難しいのはですね、まあ、蔵もそうなんですけど、うん、左払いしかない字ってありますね、こういうふうに、うんうん、例えばじゃあ、原さんとか、うん、原田さんとかありますよね、うん、ちょっと原って書いてみてもらってもよろしいですか、はいはい、この左払いしかないんですね、字が、はい、右あれば結構ごまかせるんですけど、こういうふうに左しかないですから、はい、どうしても大体の方はこう左に寄ろうとします、こういうふうに、うんで大体この中心線ぐらいに来る感じですよね、うん、そうするとこっち開いちゃいますので、うん、思い切って、うん、間開けてください、こう書いたらちょっと中心線のちょっと右からスタートするような気持ちです、いいよね、うん、でここ大きく書いてちょっとこっちよりもこっちを長くする感じで僕は書きます。 でこれも中心ちょっと右ぐらいに書くとこれでやっと枠のど真ん中っていう感じなんですね。で三角形になるような感じですから、ここよりもこっち長くすると三角形に見えるんですね。うん、だからここに空間を開ける勇気をちょっと感覚を持ってほしいんですね。ひっつかないんです。ふわーっと。欠席の席ってありますよね。うん、これもね、分かるように字が左に寄っちゃってますよね。うん、ですからこうちょっと難しいですけどね。こう、ま、真ん中ですよ、真ん中ですよ、この感じ。もう左に寄ってます。でちょっと内側から。こう広げます。腹を描くだけちょっとね、おしゃれにぐっと絞ってますので、うん、ぎゅっと広げて、でここひっつけないように、うん、思い切ってちょっと難しいですよ、大体でいいですからね、ちょっと気持ちを右にずらすっていうことを今は意識してほしいんですね、うん、ですからね、右に行くとまた空間も広くなりますから、でこう描くとなんとなくでも三角形っぽく見えますよね。そうなんです。ちょっと書いてますかね、失敗してもいいです。とにかくこういう左払いしかない字っていうのは右を広げるんです、大きく書くんです。これもね、ちょっとこれも多分癖になってきてる、はい、こう行くんですね、はい、こう行くと可愛らしい子供っぽい字になりますので、ついてぐっと斜めに払うんです。そう、これは感覚を覚えた方がたくさんの字使いますので、ぜひ覚えなきゃいけない字なんですね。こう書いて、こう書いたら、うん、ちょっと内側から書くと、ここ作るとうまく見えますよ。肩ポコッと作るんですね、肩を。ひっつかないように、外から中にグッと入れてください。はい、大きく広がって、大きく広がって、大きく広がって、中に入れる。はい、そう。そうです。そうすると、多少でも広がったと思うんですね。ここの空間が欲しいんですね。なるほど。この感覚いいですよ。いろんな字やったらそのうち掴んできますので、今集中練習しましょう。お店っていう字ありますね、はい、お店、これも難しいですよ。大体の方が左に窮屈に窮屈になってます。じゃあどう書くかというと、こうですね、右出してくださいね。この時点で左右対称になるように、ね、ここしっかり出してください。そしてちょっと内側から斜めに払います。で、まあ、中心線ぐらいでもいいですよ。でちょっと右でもいい、ちょっと右がいいですね。こうで口もこっちにひっつけない、このタレにひっつけずに、こう少しだけ右にずらす感じで書かないと、なんとなく余白が揃わないんですね。厚生年金とかって書くことがあります、うん、これも中心、とにかくこの中心線を見てください。でこれもちょっと内側から、もう覚えます、中心ちょっと内側から斜めに払います。もう全部一緒ですからね。でここにじゃあこの中心ちょっと右にずらしてこの火を書きます。でここで見てほしいのは、こことここはもうすでにちょっと広がってるんですね。こういうふうに三角形にしたいからなんですね。でここに火に合わすように口、こももう窮屈にこうね、ここをぐーっといきます。必ずこの垂れよりも下がりますよね。で上の方にこうちょっと長めに書くと、嫌でも三角形になるんですね、勝手に。そうすると勝手に三角形になっていくんですね。そう、見えなかったら先に三角形書いてから書いてもいいですから、練習ですからね、はい、それぐらいの気持ちでひっつけて空間開けない。はい、下グッと頑張って、グッと、はい、でゆっくりもっと上の方に反る、短く反る、そう、あ、でもバランスはいいですよね、はい、見事な子は書きやすいんですね。これを少し長く書けば勝手に三角形になってくれるんですね。これがなかったら結構苦しい字なんです、この字は、
一本長い線があるから書きやすいんです。タレっていう部詞なんですけど、パターンは一緒です、うん、パターンで覚えるんですね、うん、ちょっと横にね、この火が横に広がりすぎたらちょっと太りますので、はい、自然と難しかったらちょっと一回ね、こう三角形を書いてみると、うん、案外細く書いてちょうどいいんですね。案外もう ここでもストップなんですね。そしたらね、うん、でここからこんな感じです。まずじゃあここまで一緒に、そう、もうこの幅しか書けないんです。で次はここからここから書いたら、ここまでいったらもうストップなんですね。でこう書くで、縦はちょっとふわっと白い空間潰れないように縦線追加してでも書いてください。はい、短く、あ、そうですねでここの火とこはキュッと詰めて、ここにこうぐーっと書いて、ここで最後でここまでちょっと長めに書いと勝手に三角形なんですね、うん、はい、ここは開けてくださいね。あのタレの字が来たらここは開けますからね、左側は、うん、そう、なかなかね、あの感覚使うまでが難しいです、うん、この字は特に難しい字ですけどね、画数が少ない分難しいんですね、はい、三角形、とにかく今言ったようにここに空間が来ますので、じゃあどうするかというと、ちょっと小さめでいいですよ、画数少ないで、これも内側から斜めにいきます、うん、でここに空間開けたいので、この辺から書いて、うん、難しいですよ、こういう形でやっと三角形なんですね、うん、ですからここに空間をどんだけ開けれるかなんですね、うん、もうちっちゃくていいですから、もう三角形な見せれば字はいいですよ。そういいですね、あんまり長く払わないように、うん、そうそうなんです、もうごまかしようがなくなっちゃう、キュッと上に上にそうで、そのままぐーっと長くストップ、そうです、ですからここをですね短くしとくと、うん、ちょっと小さめでいいんです、画数が少ない字ですからちっちゃめでいいですから、うん、そう、はい、結構右から中心のちょっと右から、そう、勇気持ってそこから辺から、はい、いいですね思わずここにひっつかなきゃいけないんだと思って、ここからスタートしたんですけど、ここまで来ちゃったんですね、うん、じゃなくても空間をむしろ空きとしてから、もうこんな感じで書くと、なんか風通しのいい字ができるんですね。それだと窮屈になります。窮屈にしたらほうしたいんですけど、落ち着くかもしれないんですけど、ちょっと開けてくださいね、うん、あとはですね、やっぱりまたこれもまたこの思わず下に行きながらこう考えるんですね、うん、もうここで考えてこういけるように可愛くなっちゃうんです。そうそう、グッと強くですね、うん、とにかく書きながら考えちゃうんですね、おそらくね、書きながら考えると、こっからここまで来てこう行こうとするんで、うん、じゃなくてもここでグッてついてキュッといけるようなそう、字って強いんですね、やっぱり気持ちが入らないと書けないです、ね、例えばこれはね、うん、色このタレという部首なんですけど、あとは、うん、病だれっていうのがありますから、一緒な字って言いますね、うん、病院の病が一番使いますからね、うんうん、こう病気になりますとか病欠とか、これもこんだけですよ、一緒ですよ、で内側からこれも一緒ですよ、でちょっと上の方にちょんちょんと書きます。できれば三角形に収めたいぐらいですけど、あんまり大きく書かないようにしてください、うん、そしてここをこれも三角形に広げていきたいですから、うん、こうちょっと右にずらします、うんうん、ちょっと開けていいんですよ、ひっつけないんです、むしろ開けた方がいいんですね、うん、そしてその分右側をここにまで来るんですね、うん、そしてガーッとちょっと長めに書きます。でこう書くと、なんかちょっと右にずれた感じですよね、それでちょうどいいんです、ね、ここにひっつけないように、このパターンの字は全部そうしてほしいんです。もうできれば今日覚えちゃってほしいなと、この癖を直しておきたいんですね。ね、咳とか腹もそうですね、大きく書くんです、この中の部分は。で右に少しずらす気持ちで書けるとちょうどいいんです。例えばですね、僕たちはやっぱり名古屋でやってますので、皆さん住所書くときに名古屋の矢が難しいんですね、うん、これもでもまだ書きやすい方で、これはしかばねっていう部首なんですけど、こう書いたら、まず
ここちょっと出します、右側ね、でこれもちょっと内側からスタートして斜めにこういきます。全く一緒です、パターンは。そしてちょっと右にずらすような気持ちでこう書いていって、これはでも簡単なことに、勝手にこれを長く書けばこういうと止まったらかっこ悪いんですね。これをちょっと長くすると勝手に三角形になるんですね。ですからうまく書きやすい字なんですね、横に広がる字ですから。ちょっと書いてみますか。くるーんと可愛くこうしないでくださいね、グワッとね、そう、ついて、しっかりついて、ガッといってください。